どうも皆さん、コロニーレーザー防いでますか？森の都のガンダマー、ガキオでございます。さあ今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムユニコーンよりハイグレード144分の1、ユニコーンガンダム光の結晶体をレビューしていきたいと思います。こちらの光の結晶体は2018年にガンダムベース限定で発売され、その後一時プレ版でも取り扱いがありました。基本的にはユニコーンデストロイモードの空張りなんですが、新規の光の結晶体ランナーが入っておりまして、かなりのボリュームがあります。そんなわけで今回はユニコーンガンダム光の結晶体、通称神コーン、レビューしていく。はい、そんなわけで完成したのがこちら、機動戦士ガンダムユニコーンよりハイグレード144分の1、ユニコーンガンダム光の結晶体です。新規パーツのサイコシャードがなかなかいい感じっすね。素晴らしいっすね。結晶化されたサイコシャードがしっかりと再現されております。通常のユニコーンデストロイモードのクリアパーツがほぼ全て別パーツに置き換わっておりますので、これまた印象が変わりますな。さらに白い部分のパーツも若干緑がかったパーツへと交換されております。材質がまた違うんですよね。はい、そしてリアビューはこんな感じでございます。バックパックのクリアパーツも変更されておりますし、このスラスターの中にも結晶パーツが入っております。で、一応設定通りビームサーベルは取り外した状態なんですが、しっかりとビームサーベルのパーツ自体は付属いたします。というか、なんとコンパチ仕様で普通のユニコーンにすることもできます。ただ結構本格的にバラさなきゃないので、ぶっちゃけ一回結晶体で組んだら通常版は組まないかもしれません。ここはお好みで。それでは稼働もろもろを見ていきましょう。とはいえ稼働自体は通常のユニコーンと何ら変わりはございませんので、ここは割愛させていただきます。結晶パーツがポロリするっていうのはなかったですね。むしろいつものところがよく取れる印象です。ユニコーンのデストロイモードを作った方ならわかるリアスカートのいつものところ、まあ本当あとは通常のユニコーンと変わりはございません。はい、そんなユニコーンガンダム光の結晶体ですが、まあ稼働に関しては通常版とほぼ変わりはございません。基本的にこの造形に全振りしてる感じっすね。結晶パーツがしっかりと再現されており、これはこれでありっすよね。それでは武装周りを見ていきましょう。はい、まずビームマグナムが付属します。いつものやつ、銃持ち手もちゃんと付属します。この色が若干緑がかってるのもまたいいよね。ちゃんと予備弾倉もついてきますよ。ほんでこちらシールドも付属します。これも特に変更点はございません。まあただ一つ、結晶体モードだとシールドは取り付けられないんですよね。できることといったら背中に喧嘩するぐらい。おい、ビームマグナムは通常通り構えさせることができます。まあでもこの状態でマグナムを構えるってのはないですけどね。あれだね、ファフナーマークザインみたいに結晶ビームマグナムとかがあるんだったらいいけど。で、この子の一番のポイントはこのハンドパーツ。このパーツはありがたい。はい、これでコロニーレーザー食い止めシーンをしっかりと再現することができます。あとこのハンドパーツはビスト神剣にも使うことができますので、通常の緑ユニコーンとかにつけるといいかもしれないですね。そしてさらにありがたいのがこのラメ入りのスタンドも付属いたします。これがついてきてくれるのはありがたい。はい、そんなユニコーンガンダム光の結晶体、再現度はかなり高いのかなと思います。通常ユニコーンに組み替えることもできますし、台座も付属するのはポイントが高いですね。あ、ただビームサーベルのクリアパーツはつかなかったかな。そんくらいです。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムユニコーンよりハイグレード144分の1、ユニコーンガンダム光の結晶体のパチ組レビューをお届けしてまいりました。こちらの神コーン、新規ランナーがそこそこ多い上、アクションベースも同封するためプレイバリューはかなり高いキットとなっております。まずもって造形がバチクソかっこよく再現されている。通常版のユニコーンが組めるっていうのもポイント高いですね。しかしながら組めるのはいいんですが、一回ほぼほぼバラバラにしなきゃないっていうのはちょっと辛い。ほとんどの人が結晶体モードで作るのかなとは思いました。まああとガキオが一番嬉しいのはビスト神剣のハンドパーツかな。まあね、値段が3000オーバーなのでそこそこはするんですが、ユニコーン系のコレクターとしてはこれは揃えておきたいキットなのかなと思います。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。